いやいや。バニラス。バナナス。まずバッシュ。バッシュはいいよね。わかりやすくて。たけ。2000円しやがる。じゃあ。でもいいよ。いや買っちゃうよ。ついえる。これバリビュータとリネンキュラストじゃん。うん。うん、バティストゥータ。およ。まだ出てる。アイアンを超えての。そこを取って上下出てくるとなんか出てくるから。ここだ。あそこか。永遠。あれ。バルビュータも、あ、バルビュータは頭かぶと。うん。まだ、まずでも、みんなの胴体だよね。みんなの胴体って考えたら、こいつにこれを買ってったら話になんねえから、やっぱ1個下でいいんじゃねえの？え？どうだ？みんなのって考えたなら、この1900装備、うん、はなし。いや、いいでしょ。まずリレンキュラスは1900円でバッシュで買うじゃん、うん、で、バンが中装備のポンチョ1000円で買うじゃん、うん、で、フランが下の、その下の下の魔法の魔法使いの1000円でちょうど4,000、3,900円。どうですか？いいと思いますけど。あんたすごいよ、そんなに俺のチームをしてくれて。俺はもうだからもうちょっとまんべんなく回すつもりでいましたよ。優しさをね、うん、やはりでもやっぱエースクラスをさ強めじゃない？これ話進まん。13も上がるね、これね。魔法使いの服、これをフランスで。ポンチョって言っても嫌じゃね？ああ、嫌だよ。うん。あ、でも風魔法半減というね、機能がついた。これライセンスも取り直すからね、これ。ポンチョ。ポンチョを取らんといかんのか。あれ？ポンチョもう持ってんってこと？あの羽帽子の2とかがそうなのか。いや、違うね。この辺だね。この先にあるんじゃない？あれ違う？あの縦の横の2番は。これ？いや普通の左。これ？あ、これレザープレートなんだ。あ、じゃあやっぱ鎧のこの先だね、ポンチョ。あ、そうだね。多分。の上ってこと。だから俺たち3と2と3を飛ばしてんだよね、もう。ああ。最強だい。フランさんは女性的な装備、魔法使いの。うん。
あ、でも魔法装備3なんだ。重装備的なもの？バッシュも30。これか。レベル3。ポンチョだけなぜかレベル4。相当恐ろしい防具だ。何が上がったか。お、え、ひでえよ。今までがひどいよ。ひどい。ヒットポイント100近く上がってる。そして4から12なんだけど。防御力。参りましたね。それは勝てないですよね。ああ、いや、これはだから大成功なんですよ。あれ、こいつハイダまんま？あ、ハイダまんまだってね。パンネロの装備を剥ぎ取らないとダメ。力も、あれ、ヒットポイントも上がった？上がってねえか、ヒットポイント。ヒットポイントも上がって、 MP も5上がって、魔力も上がる。そして防御力が倍です。倍になる。侮ったな。防具というもの。で、それを下の門に譲ってくれればいいんです。おっと、これは パンネロさんはブロンズ持ってるから。あ、そうか、今あれ、彼の今裸だから、頭蓋がね、うん、頭蓋がむき出しになった状態になってる。永遠ヘルム、すげえな。バルビュータか。ああ。ブロンズヘルムからだとプラス5なのかな。パンネロが今装備してるから。そうだね。で、とりあえずじゃあブロンズヘルムをさ、バッシュさんに返しましょう。なんかまだ買えるあれないの？三段。買えるものはない。このお金では。エスカッションも相当しょぼい盾なんですけど。あれ、あれはバックラーより、バックラーと同じぐらいなの？なんかバックラー余ってるよね、なんか今一個。余ってなかったっけ？あ、バックラー持ってやいいじゃん。あれがないんだ。ライセンスがなかったんだ。アーシェルの見ればどっかに見え、わかんじゃない。バン、バル、バルとバッシュと。あそこか。その2のとこか。その30を取った方がいいよな。あ、どっち？重装備だ。両方とも重装備なんだ。剣装備取ればいつかこれは使うよ、絶対。え、
俺に剣譲ってくれるんじゃなかったんですか。ほうそれゆえに重装備ってさ。でもここに重装に囲まれてるわけじゃん。あの30の重装取れば右と下に開くじゃん。30取った後ここだよ。でもまあ5しか変わんないから、うん、剣は譲るけど、うん、最終的な話であって持ってるもんはどんどん使い回すわけじゃん、強いやつを。そうだね、拾ったやつとかね。まあ損にはなんないね。ああ、だとしたらやっぱり重装備の方が良さそうな気がするけど。重装備は絶対装備しないからさ。あ、そう、バンに関してはね。ああ、 OK。 おレベル4出てきた。プラチナソード、槍なんだねそこね、うん、あ、ゴールドシールド。ヘッドガード、これだけ買えばこいつだけは最強になる。あ、でもまだ盾ももうもっと強いの売り出されちゃったからな。 あと盾装備できるやついいんじゃない他に。そのバンの余り盾をいないよ。バッシュとかアーシェ、あ、スカッション、エスカッション、あ、じゃあエスカッションだけ。あ、パンネロ、パンネロ、パンネロはナイフだよ今。だから盾持たせてください。 あれはないよ。何がライセンスが、殺しのライセンスまた足りませんか。もったいないでしょこっち。戻す伸ばすの、もったいなくない。だってパンネロ重装備なんだから。ほう、そうですな。うん、じゃあちょっと待ってよ。どういうことですか。あ、でしかもエスカッション1だから持てるでしょ多分。持てる。うん、これでパンネロをむき出しのパンネロからいい、よくなった。これで頭を外してさ、うん、バッシュに。バッシュ、うん、バッシュ、ほら頭装備してないよ今。バッシュ、バッシュさ、じゃあちょっとかわしてよこれ。ダメなんですか。いや、いいけど足りないでしょ全然。ちょっと見せさせてもらっていいですか、うん、最強のヘルム。バルフレアの鉄砲の弾売ってんじゃねえの、もしかして。まあここはあれだな、防具屋だから防具しか売ってねえ。1900円ぐらいのヘルメット売ってたじゃん。リネンキュラッサーバルビューダ、これをやっぱ持たせたいじゃないですか。ああ。それまでのつなぎとしてヘルム、ブロンズヘルム。美しくねえな。いやいやいや、美しいですよ。それでもね、むき出しで戦う感じまで。むき出しのヘルムで。
まあでもこれでさ、ほらだいぶ上げが楽になるでしょ、ダメージ受けなくなって。ああこれあのボス挑もうよ。あ、挑もう挑もう。川の帽子の、あとあのアクセサリー外れてんな。ブチンコ持ってね。あれだ、パンネロが持ってんだ。パンネロの武器と盾を外さねえと。盾なんて余っちゃいなかった。淡い夢を見すぎてしまった。アクセサリーもお願いします。バトルハーネス、力も2位上がりますよね。でも 金が足りねえよ。あのさ、バンのヒットポイントが100上がったの嬉しいっすよ。そんな上がんのと思う。だポンチョだけなんかレベル4なんだもんね。でしかも風の魔法を半減でしょ。いいっすよ。もう一回ぐらい潜ります。あ、魔石港で、あのヘビ、ヘビ殺し行くじゃん。ヘビじゃなくてさ、あのニワトリス、あ、ニワトリス、あれいけたよな。まあね、あのじゃあ500円分薬草買って、うん、行きますか。ドゥーグヤにて。そんな薬草使えば、うん、基本このゲーム負けることはねえからね。負けないよ、あの速さで回復されたら敵だって壊れる。ずるいなってなるよ。いやお前って。いやいや。お、たっけ、なにこれ、なんかやべえもん手に入れてんじゃん。ああ。なんかいいの売ったのかな。いやいや。あれ売ってないんだ。バルフレアの鉄砲の弾。鉄砲の弾だけだったら安く買えないから。満タンいっときますか。8個。おおしゃれですね。知識取っていい？ん？知識？薬草の知識。あ、でもバンがさっきの、あ、そっか、使っちゃったから。プランは。エーテルがまだそれほど、あ、そうだ、でもフランはこれ取っときたよね。そうね。ポーションの知識がここにあるんだ。ああ、いや、みんな取っとく。そうね、俺たちの中で話題の。バンはまだ、バルフリアも取りますよ。フランはこれ取ってから。ああ、そうだね、15で済む。合わせもその15の、みんなポーション仲間になりましたね。ああ、パンネルもここで取っちゃう。うい、あ、ちゃんと俺そしたらバンが溜まれば、
あのさ、ちょっとさ、バンとバルフェアとフランで、うん、まあヘルメット違うけど防御力どんだけ違うか見たいっすね。結構違っちゃうもんかね。12、16。バンと誰？バンと今防具買った人たち、うん、バンとフランと12、6、13、6。あんま変わんないんだ。わかんない、まだ。あ、その防御力自体は変わんないで、付属する効果が変わるっちゅうことだから、うん、別にアーシェが魔法の装備してても、そこまで困らんっていうことなんじゃない？本当に？うん。いや多分だって今、まあ12だね全員。うん。だってしかもバッシュなんてさ、みんなより2倍もするキュラッサ買ったのにさ。ああ。だバンの場合はポンチョ買ってヒットポイントが100増えた。うん。でバッシュの場合は。リデンキュラッサ買って力が増えて、でフランは魔力と MP が増えた、で防御力は同じっすっていう、そういうことだな多分。お前が思いたい世の中に見えるけどな、それは。でも数字で、うん、まあそれは当然ね、うん、重装備の方が前、まあ今はまあ前半だからな、うん、まあ有利だと思うけど、うん、じゃあお前はそのリエンでやっていけばいいじゃん。ああ、それでやっとくわ。まだ決めかねるっぽいけどな。あ、俺そしたらやっぱあいつアーシェ魔法装備で言うから、そのフランのお下がりのやつに。そして杖を持って前に飛び出していく。まあ剣でもいいけど、これとにかく金貯めねえんだけど、またマセキコでいいかな。あ、マセキコじゃなくてあれ行こうか。マセキコであいつ倒すんじゃない？ああ、あれか、ニワトリスか。うん、ちょっとほんと殺してやるわ、あの鳥野郎。鳥子が